はい、いよいよ WRC ジャパンやってまいりましたけども、まあ、いろいろ準備ができない中でギリギリの状態でやってきて、まあ、皆さんの頑張りもあってアヘッドジャパンレーシングチームとしてようやくスタートラインにまずは立てたかなというところでありますけども、まあ、先ほど車検も終わりまして無事に明日からシェイクダウン始まります。で今回はなんとオーストリアからイルカ・ミノール選手来てもらって、まあ、2019年から少しヨーロッパ選手権 ERC とかで組んではいるんですけども、まあ、イルカさん頑張りましょうね。頑張りますということで日本語もペラペラなイルカさんとともに今回 WRC ジャパン行ってみたいと思いますので応援のほどよろしくお願いいたします。車の話坂戸店のコーナーです。始まりました、はい、今回もまた出張ということで、はい、ここはどこですか？なんとここは東京の埠頭ですね、はい、初めて来ました。正直今日は何しに来たんですか？もうあと1週間ですよ、 WRC、はい、ラリージャパンまで。ついに1週間を切ってなんと富士208ラリー4間に合いました。皆さんのおかげで、すいません、ありがとうございます。これ拍手なのかどうか、ちょっといやこれからまあまあいろいろ大変ですけど、はい、まだ準備することもいっぱいあるので、はい、今回いろいろ協力いただいてなんとかラリー4無事1週間前に届きまして、プジョー208ラリー4日本初上陸なんですよ。まだ誰もこの車を日本国内でラリー4乗ってないので楽しみですね。僕たちが第1号なんですよ。いよいよこれから見ていきたいなと思います、はい、なので、はい、今コンテナが開いてですね車を見れるので早速行ってみたいと思います。いや超綺麗じゃないですか。新車ですよ皆さん。まだ新車、まだ0キロ、はい、いや綺麗ですね。ちょっとこれからどんどん開けていこうかなと思いますけども、すごい綺麗じゃないですかこれ。すごいですね。いや新車ですよ。左ハンドルですね。新車新車、もうほんと新車。すごっ、超綺麗。すごいですね。こんななかなか間近で競技車両を見ることないですけど。そうですね。いやいや、さあじゃあこれから、この車を出していきたいと思いますので皆さん見といてくださいね。はい、今かっこよっ。 OK、 そしたらちょっと ECU つけちゃいましょうか、はい、真のピンですよ。どこにある？新品でございます。新品ですよ皆さん。まだ熱も一切何も入ってない新品状態です。いやすごいな、新車の僕レーシングカーラリーカー初めて見ましたよ。まあレーシングカーもそうですけど、なんかレーシングカーになると一気にこうなくなるんですね、中が。なんかついてるものと新しくつくものとかやっぱりこう気になりますよ ね、この辺とかも。でもこれ実はラリー4って純正に一番近いんですよ、うん、エンジンもそのまま純正のエンジンです、はい、いやそういうのが面白いです。番号でいうと493台目ですね。おだから結構意外と出てるんですよ、ね、儀式があるんでエンジンかけるときレーシング車両、念のためシトロエンと同じだと思うんですけどね、念のため見ておきます。ああそうですね、あれも分解しちゃってもらって大丈夫です。ニュートラルアクセスプレス本ボタン、プレス本ボタン、でこれで何回か、で、スタートビュービープレススタートボタン、ポンプのスイッチとかない、いやまだつけてないんですよ。あ、つけてない、はい、これで油圧をまず上げてるんですよ。で、すげえ音だ。3気筒ですよ。
すごい音しますね。3気筒。まあノーマルの車と同じようなもんですね。素晴らしい。どうですか。レーシング車両ですか。クランキングしてたのは初めてだと油膜を作らないといけないんですよ、エンジンシリンダー内に。だから普通の車よりもちゃんとそこは丁寧にクランキングさせてあげて、そこからイグニッションのボタンを押してつけてあげるっていうのがこの車の正しいエンジンの始動方法ですね。じゃあこれで移動させます。はい、というわけでひろきさん、はい、無事に車が乗せ終わりましたね。まあエンジンかけるのもなんかまた自分以前乗ってた C3 のラリー2とはちょっと違った儀式があるんで、まあ、そこはちょっと難しいなと思いましたけど、まあ一回覚えてしまえばすごい簡単な作りで、すごいなんて言うんでしょうね、楽しみでもある一台かなというふうに思いますんで、はい、というわけでね、まあすぐにもうね、う愛知に行かないといけないので、そうですね、はい、紹介はまた後ほど時間がある時、ね、はいはい、やっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。
はい、というわけでひろきさん、はい、テスト走行をね今終えたということで、はい、ぜひ車を詳しく見たいなと思いまして、はいはい、どうぞ見ましょう。ぜひ見てください、はい、ちょっとまああのいろいろありましたね、さっきね、テスト走行中、ね、あのここ、まあ、両サイドここはちょっと外れやすいんで、まあ、後々ちゃんとペタってくっつけますけど、まあまあまあそれ以外をまんべんなく見ていければなと、はい、外装から見たいんですけど、はい、ちょっと気になったんです、木はなくなってるんですね意外とね、まあラリー車なんで基本的に、いろいろな、まあ、スバルでもトヨタでもあると思うんですけど、一番下の RC グレードとかタイプ RA グレードとか、はい、そういうのがあるんですけど、まあ、基本的にもうラリー車競技用で使うことを前提に一番喧嘩グレードを作っておいて、まあ、それ以外の、まあ、エンジンにミッションであったりそこにお金をかけるっていう前提のコストキャップがあるので、ベース車両はだから一番あえて下にしてると思うんですよ。なるほど、はい、ただまあプラットフォームは一緒ですし、まあ、あの208の GT と全く変わらないプラットフォームなので、まあ、そういったところはまるっきり純正のまま同じということになりますね。はい、はい、でまあ、こっち見ていくとやっぱりこうタイヤがすごいのと、はい、またブレーキがすごいのついてますね。そうですね、まあ、純正ここまで大きいのついてないですけど、はい、まあラリー車両なんで、はい、ターマックって言って舗装を走るんですけども、まあ、走っても全然フェードしなかったりだとか、しっかりそのキャパシティを確保するような、まあ、構造になっていますね、はいはい、ちなみに僕ここに穴開いてるんですね、はい、あこれ、メカニックが、まあ、今回ちょっとあれ持ってきてないですけど、ジャッキアップした時に、ここにスチャって三角形のこうなんて言うでしょう、支える棒があるんですけど、それを入れることによって素早いこうなんて言うサービスタイム、サービス時間をこう短縮するのに、まあ、ここにスチャってつけてタイヤをもう浮いた状態にできるっていうものがあります。なるほど、はい、あベンチレーターもついてるんですね。あそうです、これ、はい、シトロエン C3 ラリー2と呼ばれるもう一個競技車両があるんですけど、姉妹車のそれとまるっきり同じですね、流用してます。結構寒いんですよ、ね、これ開けとくと、なので夏場とかは開けてちょうどいいぐらいな温度、これがないと逆に夏場暑すぎちゃうんでドライバーが参ってしまうということですね、はい、じゃあ後ろ回りも、あ後ろもあれなんですね、対向キャリパーに、ね、そうですそうです、基本的にブレーキ、まあ本当必要最低限のラリー4車両っていうのは、まあ、ショックアブソーバー、あとピロカ、足回りのピロカでキャリパー、ブレーキパッド、ローターと、もう本当必要最低限、まあ一般的に本当にチューニングする上で最低限ここはチューニングするよなっていうところをやってあるので、まあ一般のお客さんでも、まあ、真似しやすいっていうのが、まあ、ラリー4の特徴ではあるんですけど、まあ、実際にこのパーツ買って、まあ、純正 の208につけられますからね。なるほどなるほど、そうなんですよ、これ普通に買えるんですよ、プジョーストアで買えるんで、まあ、ぜひぜひおすすめの、走る上でバランスをよく乗りたいって方は割とおすすめなパーツだったりします。後ろにもボンピンがついてるんですか。そうですそうです、もちろん、はい、パンクとかした時に、はい、まあ、すぐこうやってだいたい1分ぐらいでね、交換するんですけど、1分、はい、こうやってすぐ開けられるようになってて、でまあ、ジャッキがついてて、まあ、あれですね、ジャッキさっき穴があるって言ったじゃないですか、このジャッキを入れて本当に5秒10秒ぐらいで車ジャッキアップできちゃうんですよ。それぐらい便利なものがここに揃っています。で、まあ、タイヤ、スペアタイヤがここについていて、はい、タイヤは2本詰めるんですね。そうですそうです、はい、まあ、普通1本でもいいんですけど、まあ、すごいな距離が長い、まあ、WRC とかになってくると2本使ったりだとか、はい、パンクのリスクが多いステージがあるところでは、まあ、こういった対応で、なるほど、はい、やることが多いですよね、はい、でそのタイヤの下にあるのがアウトとインって書いてあるのはあれが燃料です。FIA の安全タンクって言って、衝撃を受けても、まあ、燃料が漏れちゃうとそこから引火する可能性があるんですけど、まあ、それをないように、衝撃を受けても燃料タンクが漏れないようになってるので、まあ、右の側から見ると分かると思うんですけど、まあ、インとアウトっていう風にそこから燃料を入れられるようになってます。中もまたロールケージがすごい張り巡らされてますね。そうですね、まあ、本当にFIA の規格に準じたロールバーが入ってるんですけども、まあ、本当に綺麗に作ってあって、まあ本当になんて言うんでしょうね、安全面を考慮した設計になっているので、まあ、この車1台あれば世界選手権まで、全日本ラリーから世界選手権まで全部カバーしてますん でちゃんとここでプジョースポールってちゃんとプジョーのファクトリーで全部これも溶接されて出荷されるっていう形になっております、はい、すごいな、なかなかこう間近で見ることがないのでいろいろ感動しますけど、まあ、ちっちゃいレーシングマシンだと思ってもらえればいいと思います、はい、で、まあ、特にまあドライビングのこう
ドライビングシート周りを見るともう完全にもう別物なんですけども、違う車ですね。はい、あのステアリング、まあここら辺はまあ純正のウィンカーあたりは残ってたりはするんですけど、まあそれ以外はもう全部これがディスプレイになっていて、はい、で基本的にコントロールパネルの方は全部こちらになってます、はい、でこっちでロードステージって走るときと一般で走るときでマップが切り替えられるので、まあここでドライバーが合計で 1,2,3,4,5,6 マップあるやつを全部調整できるという感じになってますね。まああとシーケンシャルシフター、まああんまりレーシング車両以外で身に覚えがないと思うんですけど、はい、まあこれがシーケンシャルシフターがついてて1速から5速まで引けば上がって押せば下がるっていうようなものですね、はい、で油圧のサイドブレーキ、はい、まあ引けば、まあワイヤーが一般的だと思うんですけど、これは油圧なので引けば本当に一瞬でラグがなくリアを掴んでロックさせてくれる、すぐにこうキュッて曲がる印象がありますよね。ちなみにこれダッシュボード、まあシートもそうなんですけど、はいはい、ダッシュボードもこれわざわざこう貼ってるんじゃないかなと思ったんですけど、これ防塵加工って言って、はい、あのラリーって24時間どのタイミングでもステージを走ることがあるので、まあ、西日であったりだとか眩しさをこうなくなら眩しくないようにこれにして反射をしないようにするんですよね、フロントガラス。 な、はい、なのでこれをやってあるんですけど、まあ高級感が出ますよね。そうですね、だいぶこう、はい、レーシーな感じにやっぱりなりますよね。そうなんです。そして、はい、これ軽量化のためですよね、このドア。そうです、そうです、はい、やっぱコストキャップがあるので実際にこの販売する価格に対してその価格を超えちゃいけないっていうルールがありまして、まあそこを超えないように、まあこういうふうにシンプルに、かつまあここを引っ張ればあのすぐドアが開くようになったりだとか、はい、まあそういったところでちゃんとしっかりコストを守ってるっていう面ではこういった形の作りになってます、はい、なんかこう純正と比べると、まあ、いろんなものが外されてたりとか、まあ、逆にセンサーが増えてたりとかっていう感じがします ね、 そうですね、まあ、あのよくレーシング車両とかでも多いと思うんですけど、エンジンの上に全部集約させるっていう形で、もうなるべくシンプルに最低限のセンサーとものだけでっていうので、まあ、パッと見すごいシンプルな構造で何もないですけど、まあ、ちゃんとセンサー類は純正より多くついてたりだとか、はい、精密な制御するために必要な形なものは全部揃っているかなっていうところですね、はい、逆に純正にあって競技車についてないものってあるんですか？エアコンであったりだとか、はい、あとはそうですね、純正のまあ ABS ユニットもないですし、はい、まあ、基本的に全部そういった重たくなるようなものであるものは全部取っ払っていて全部外しているので、ちゃんとレーシングなこう車重を軽くしてっていうところに貢献しているかなと。なるほど、いうところではありますね、はい、これちなみに2つあるじゃないですか。1個分かるんですよ、これ1個キルスイッチですよね。そうです、そうです。もう1個のスイッチでもない。もう1個のスイッチはまあよっぽどのことがない限り使うことはないんですけど、まあ、ラリー中ドライバーがこう押せ、これは消火器のスイッチなんですけど、はい、押せなかった場合外から誰かが助けに来て押すことができるんですよ。だから消火器なんで全部エンジン周りとかも消火器で全部火を消すことができますし、まあ、車内ももちろん全部自動消火器なので全部火を消すための装置がこのボタン一つでできるといったところになります。本当のエマージェンシーの時に使うものですね。本当にエマージェンシーなんで皆さんあの押さないでくださいね、まあ、普段スイッチ切ってあるんで押しても何も起こらないんですけど、はい、まあ、基本的にまあ押さないようにっていうのが基礎的なところですね、はい、これは乗ってみたくなっちゃうんですけど、まあ、それは置いといて、はいはい、なんかレーシングカーってやっぱりこう全然その走るための装備っていうのがたくさん備わってるんだなっていうのがよく分かりました、ね、まあまあまあ、そうですね、本当走るためにまあこれすごい乗りやすいですし、なんか逆に初心者の人でもまあ安心して乗れるベースの車両ではあるな、まあいろいろラリー4乗ってきた中でもプジョーの208っていうのは乗りやすいんじゃないかなとは思いますけど、ね、はいはい、ということでいよいよ、そうですね、始まりますね。もう1週間ないですからね、はい、はい、もう明日からね、愛知に行くんですもんね。そうですよ、だってあれもう来週の今はもう走ってますからね、はい、デイ2ぐらいですよ、デイ3か、デイ3ですね、デイ3ですね、はい、はい、っていう形なんで頑張りましょう、はい、なので AJRT 新井博樹選手、はい、応援してください皆さん。山中さんがあのマネージャーなんでぜひ頑張ってもらって現地で待って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 一通り皆さんのね、聞いてない待って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 聞いてないですよ。もちろんですよ、僕が出てる間誰がこうチームを面倒見るんですか。はい、まあ、もちろん、ね、山中、世界の山中、はい、あのしっかりラリーを通して面倒を見てくれるということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、なので皆さん
テレビ現地でぜひ応援しに来てください。はい、よろしくお願いします。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。